ハート・オブ・クイーンは日本の競争馬。場名の意味は女王の熱意。2007年5月同英門別競馬場のデビュー戦を白星で飾る。ノーリーズン賞3着後、ラベンダー賞の優先出走権をかけて挑んだ英冠賞では6着敗戦。権利を得るには至らずも、補欠繰り上がりにより、出走12番人気と最低人気ながら頭差で勝利を挙げた。この勝利で、 箱館にサイステークスの優先出走権を得ると、同レースでも6番人気ながら2着のジョイフルスマイルに4馬審査を付け、優勝、重賞初勝利を挙げた。その後9月12日付で、JRA の水野隆弘9社に、天馬や、移籍後は2桁着順が続いていたが、大賀賞では4着という、これまでの不調を払拭する活躍を見せた。これにより、 優秀品馬に駒を進めるも13着に終わった。秋初戦のローズステークス8着後は短距離路線を転戦。しかしターコイズステークス4着以外は結果を残せず、2009年7月29日付で JRA 競争馬登録を抹消、古巣の北海道競馬に移籍することになった。北海道競馬復帰初戦となった2009年10月8日の元浦川特別では4着。 2010年7月1日のファルブラブ賞では6着、7月14日の優秀の佐北海道アビラ町アサヒメロン特別では4着に敗れた。2010年11月に地方競馬登録を抹消された。母、マイシークレットは中央競馬一勝。四大母、アワミムズはコーチングクラブアメリカンオークスなどの優勝馬。その半兄にホープフリーオン。 判定に、ありた、藩妹にシュガースパイスがいる。ありがとうございます。